ごいのはですね、重賞を勝っていてもダービーに出られない、まあいたということですね。なんとなく最初のジャスティン・ロックとサウジアラビアロイヤルカップを勝ったコマンドライン、これ抽選になりまして、でまあ残念ながら、しかし、そういうレベルが結局残ったんだ。こういうダービーでも勝っていても出られない。そんな感じ。それだけこう出走のハードルが高い。そんな中で、この意味でもレベルが高いですね。12番のダノン・ベルーガが釣りますか。まあ、やはり大変だと思いますし、まあ、前走の辰木賞は、まあ、厳しい内枠で。このためにトイレ掃除もしたから。3頭は全部外枠だったんでね。そうなんですよね。まあ、あの厳しい局面の中、脚力は僕は十分見せたと思いますので、豊か頼むね。なら十分上位3頭逆転できる可能性があるのだと思ってるんですけどね。2週前の調教ではとてつもないタイム、在級での調整で基礎体力向上を図ってきたと陣営からのコメントです。まあ、それがやっぱり馬体重にも現れているのかなという感じがしますね。マイナス10キロですか。はい、うわ、発汗すごいぞこれ。2番人気イクイノックスとルメールジョッキー、ダノンベルが飛んでくれ。またこう豊か先週に続き厳しいオーストラリアをね、こう引いてしまったんですけど、うわ発汗すごい、だからどうなるかというかね、一つ目が多いですね。さあ、一生に一度きりの胸張れる晴れ舞台、日本ダービーのファンファーレ、陸上自衛隊中央音楽隊の生演奏です。人生早いわ、何かとか忘れた。6万人の思いが青空に吸い込まれていきます。さあ、さあ行きましょう。展開はどう予想されますか。うん、まあ、ディシエルとか豊か、うん、まあ、アスコビクターもはめてくれ、リアクション2種とかその後ろにつけていくのかな。僕はそんなに激しい先行争いはないと思うんですけどね。ほとんどの馬にとってこの 2400m は初めての経験だと思います。全部外目の枠を引いたので、まあその4人のジョッキーもね、なんとか、うん、駆け引きとかね、はい、その辺も見どころだと思いますけども。そうなんですよね。まずは奇数番の各馬、2歳王者のドウデュース、武豊ジョッキーとともにすんなりゲートイン、そして皐月賞馬もジオグリフもゲートに収まりました。こちらが5番のピースオブエイト、鞍上は藤岡裕介ジョッキー、7度目のダービー騎乗です。そして11番のジャスティン・ロック、2分の1の抽選突破。さあ、その名が特徴的、おにゃんこぽんのゲートイン。今年はどんな物語が生まれるんでしょうか。7522頭の頂点がいよいよ決します。 G1 は16番のキラーアビリティもゲートに収まって、人気のダルノン・ベルーガも収まりました。さあ、そして最後にピンクの帽子は18番、首を撫でながらクリストフルメールとイクイノックス、世代の統一戦です。さあ、君だけのヒーローを見つけ出せ。行け最後、大きな拍手に包まれて先行争いです。ピースオブエイトが後ろに参っている岩田吉田に番手を嫌って積極策だ。内からアスケビクさんもピースオブエイト、そして15番ジオグリフも前、外からはダモンベルーガ、ロードレーゼル、うわー豊か後ろか、めっちゃ後ろやん。ここからブリンダーを刺激し
ないぞこれちょっと前半の 1000m はユタカどこや速いペースになりました。ジャスティン・パレスがいてその後ろからはマテンローレオ横山和夫ダービー初騎乗ちらっと内を見ました。7番オニャンコ・ボット・菅原明こちらもダービー初騎乗そしてその外にジオグリフ秋田はダウン・ベルーガです。その2頭を見ながら両馬を見ながら G1 13番のドンデュースがつけました。そしてキラビニティがいて遅い。いやちょっときついわイクイノックスは今日は後方3番手さあ4コーナーカーブから直線コースに向かってくる18頭換気の大行進はいよいよ東京 525m の挑戦者です。
や、ほんとすごかったですね。後ろからめちゃくちゃ巻いてったって前で、やっぱりドラマあんじゃんなぁ。そうですね。なんでだろ、こいつぶっ飛んだ。粗品、粗品の YouTube 後で出るけど、おもろい。ゆうたかありがとう。すごいじゃん、うわぁ、うまいわけだ。すごかったせいかな。うまいですね。うわぁ、ゆうたかどうでしょう。そうですね。いやぁ、拍手が、ちなみのような拍手が府中の森にこだまします。めちゃくちゃ盛り上がってる。ここはスタンドが9階席なんですけれども、ここにいても何か震え上がるような振動が来ますね。ありがとう。久しぶりに買った。そうなんですか。惜しみないファンからの声援に応える格好で感謝をしながら近場に戻っていくドミニウスと武豊。すごいな、36年目の53歳、98年最初のスペシャルウィーク、99年アドマイヤベガ、豊か、2000年の谷のギルレット、そして伝説2005年のディープインパクト、さらに2013年の絆に次ぐ日本ダービー6勝目、武豊ジョッキーです。恐れ入りますね。そうですね。着順掲示板でいうと、まあ、2着にこれイクイノックスも来ているわけなんですけども、はい、そして4着にダノンベルーガ、うん、まあ、ダノンベルーガ4着、あ、ギリギリか、ちょっと強いな。同級生のマックスね、後ろからそういう形でレースしたんですけどね、はい、めっちゃ汗かいてる。まあ、さっきの前走の皐月賞は、まあ、この本来の形の競馬じゃなかったと思うんですよね。やはりこの馬の持ち味っていうのは、はい、末脚のスローというところだと思いますので、やっぱり遠くとしゃー同じようなレースを運んで、持ち味は最高に出してると思いますし、やはりそこじゃなくていうのは十分にできましたよね。素晴らしかったですね。第89代日本ダービーは、それはアーツクライさんとの同期です。あとはアーツクリクターモアもね、やはり皐月賞上位入選馬の実力は十分見せましたよね。こっから、こっから3着に残ってというところです。すごくさ、うまい。から3着に残してみせた。そのうちからはダノンベルーガの良い。ダノンベルーガ強かったな。アスクビクダボ、入ってくれ。任せそうにないですよね。これも力ありますね、やっぱり。レベルの。うわ、花さが危な。東京競馬場確定しました。東京競馬場が確定しています。1着は13番のドウニュース。2着に18番のイクイノックス。3着に3番のアスク・ビクター・モア、4着に10番のダノン・ベルーガ、5着に6番のプラダリアと入っています。先に抜け出したのがドウニュースでした。内側15番サツキ昭和のジオグリフ、その外からイクイノックス。イクイノックス強いな。2度目の東京ということでしたが、影響は全くなさそうでしたね。あ、そうですね。それは、感じませんでしたね。まあ、この後あと凱旋門という話も広瀬さん、こうしてということですけれども、夢は本当に広がっていますね。広がったな。しゃあ、武豊ジョッキーの大ファンというティーファーズの松島正明さんがオーナーです。内定豊さんと一緒に凱旋門を勝ちたい、うん、そういった思いでの挑戦が続いています。最高の金星、白星を持ってさあ世界に向かう武豊ジョッキーの声です。今から行くのか、お願いします。それでは見事ダービーを制しました武豊ジョッキーです。おめでとうございます。ありがとうございます。6度目ということになりましたが、今どういうお気持ちが一番強いですか。感無量ですね。本当に嬉しいです。見たか。
レース自体は後方からという今日もそういう競馬でしたけれども、あの辺りはイメージ通りだったんでしょうか。そうですね、スタートそんなに早いまではないので、ある程度想定してたポジションで並びですごくいいポジション取れたと思いました。前半の3秒は51秒9というレース全体のペースだったんですが、その辺りは乗っていてどういう感覚だったでしょうか。まあ、ババがねかなりいいんですけど、まあ、ちょっと早いかなというのもあったので、もうそれよりもうマイペースで自分のペースで行こうと思ってました。レース全体で2分21秒9ダービーレコードというタイムでしたけれども、最後の直線の手応え感覚はどうでしたか。もう4コーナー回ってくるときがもう本当しびれるような手応えだったので、まあ、軽くゴーサイン出したらもう反応が良すぎてちょっと先頭立つのが早かったんですけど、まあ、そこからちょっと若干馬も、まあ、前に馬がいない状態だったので、少し単勝までで気を抜こうとしたんですけど、最後までしっかりしてました。今年が無観客で、去年が5000人弱というところ、今日は6万人というお客さんが入ってのダービーでしたが、そのあたり、レース乗っていてどういう景色でしたか。強いよ、まあ、もう頂点のレースですから、やっぱりたくさんのお客さんの前で、ドラマありましたかったので、もう今日はそういう意味でも嬉しかったです。いや、まずドラマやろ、お母さんの写真から見た光景っていうのはどうでしたか。ダービーのこの景色は僕自身久しぶりだったので、やっぱり最高ですね。ジョッキーとしてこれほど幸せな瞬間ないですね。うわ、よう伸びたな。最後に応援してくれたファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、そうですね、本当に多くの方に支えられて応援してもらっての勝利なので、本当に嬉しく思います。まあ、ドーデュースとともに久しぶりや世界も含めて、頑張っていきたいと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。でした。いや、すごいな。6度目のダービー制覇でも感無量ということで、竹ジョッキーは20代、30代、40代、そして50代でダービー制覇することになりました。澤井作先生、おめでとうございます。生まれる的中です。ありがとうございます。よかったね、竹先生。先生、ねえ、田辺さん素晴らしいですね。あの、これ抑えたらよかったね。抑えてね、人間の中で抑えたらって聞いてるからね。絆を思い出すと、長澤さんと三上さんも育ってました。三上さん、歴史です。16時半に作っているんです。お見事でした。はい、で、番組調べのチャット順じゃあ、5時から目黒区にあります。目黒区になりました。本当ですか。はい、ジオグリフは70分ということになっています。7時から4時、今日それまで行ったよね。さあ、スロー出ます。どこで。これも、弾けるようにして出てきましたね、最後は。しかもね、オーナー豊さんにね、オーナーになられて、海外も目指されてっていうことなんで、こういうのっていうのは、やっぱりダービーってこういうことですよね、ジンバの。行くんですか。全てのコースはね、ここに全部、シリフト打ち合わせシリフトになります。いや、竹内さんがガッツポーズが出ました。眉毛サロン。ダービー制覇ということになりました。眉毛サロン。ハンドルが分着ということで、やり方してるんですよ。なんか、ところに、普通に切ったらいいの。いや、なんか知らなくて、同じ筋トレのチームで、単勝は13番で、お前をしますけど、そこで経営頑張ってるから、そういう意味合いも込む。3連単は13番から18番の3番の順で、15,770 円となりました。強かったなぁ。ウィンファイブですけれども、うわ810万、やば、これは無理や、最後だけ当たってるやんけ。